ですね、今日は崎陽軒のですね、横浜ピラフというのを買ってまいりましたので、ちょっと開けてみます。崎陽軒の、売り場って都内いろんなところにあるんですよね。だから駅弁も非常に買いやすいです。横浜ピラフって僕初めてですね。横浜チャーハンっていうのは以前食べたことあるかな、あると思うんですけど、ピラフって初めてなんでちょっと買ってみました。じゃんっていうことで、いやー、これなんか定番って感じですよね。このおかず、崎陽軒のシューマイ入ってて、唐揚げ入っててね、パプリカで、ピラフのいい匂いがしてきます。ちょっとこれをこれから食べてみたいと思います。